グッドモーニング、グッドモーニング、ちょっと待ってね、今打ってますグッドモーニング、あ間違えた、よいしょ、あ違う違う、わー違う違うグッドモーニング、ありがとう。私は、そうそうそう、これと、これと、これ、あ、違う、これ、あー、なんでこうなるの。 OK ようやくできました。グッドモーニングこんばんは、同じ空を見上げてこう、ありがとうございます。お、劇場から、そっか、今みんな劇場いる方もいるんですよね。グッドモーニング、今はレトロツインです。実はカチューシャしてるんだけど、ちょっと同化して見えにくいかなこんばんは。お、ありがとう。そう、なんか今日ね、あの劇場で、あの365日アイドル、このショールーム配信を365日続けた3期の3人が配信するんだよね。それに行ってらっしゃる方もいらっしゃるかも。今日おしめが一人もいないので、ありがとう。じゃあこっちにおいであ、この服可愛かったやつ、やったー、ありがとう。実はこれ、レトロなんだっけ、レトロガールっていうの、やつで、企画みたいな感じのおしゃべり会で来ました。やったねー。お、夕方の100キラ星投げ完了、ありがとうございます。嬉しい。明日学生生活最後の体育大会を控えてる俺です。すごいね、学生生活最後の体育大会、もう思いっきり勝ってきちゃってくださいこんばんは、同じ空見上げてこう。お、そう、時鉄さんの制服ショットが公式から出ました。イエーイ、みんな見てくれましたか。 X に、 NGT の公式アカウント X から、めちゃくちゃ、あ、ちょうどこのツインでした、ツインでなんかここ折れちゃいけないんだよね、この腕と手まっすぐ、こういう感じ合ってる、綺麗、どうですか妙高高原駅を担当させていただきます。背の高い子でしたっけ。そうです、背高いです。ありがとう、ぜひ覚えてください。すごくない、なんかこれね、撮影の時褒めてもらいました。なんか一瞬でこの角度、このさ、折れたりしないこの角度が一瞬でできたみたいで、うまいですねって言ってもらいました、時鉄さんから私、杉本萌絵は妙高高原駅を担当させていただきます実は鉄オタだった、まさかの実は隠して、実はずっと鉄道写真撮ってた、いや実はそういうわけでもないんだ実はって感じで、こんばんは。制服姿も良かった、ありがとうございます。やったね、嬉しい。そう、今日ね、そう、この枠の配信なんと30分だけなんですよ、18時半まで
わー短いんですけど、そうこの後ちょうどその変更にしたのも18時半からその365日アイドルの配信をね3人がするから、それになるべくね被らないようにと思って、だから劇場から見てくださってる方もいらっしゃる。じゃあ今はどこにいるんだろう、もし劇場から見てくださってる方、あれかな、ロビーとかかな。皆さん楽しんできてねまだロビー、じゃあロビーにいる方に届きますように。みんな楽しんできてね。できれい、よかったら萌のルームにお星さんだけでも投げに来てねちょっとロビーの人たちに、あ6位に上がった、ありがとうございます。わーやったー、ありがとう。お5位まで14万ポイント頑張ります、ありがとう。お、あさって福島で待ってます。そうだよね、私あさってには福島にいるんだよね、意味わかんない全然わかんない、あのちょっと日程感覚皆無で今全然。お、今日からもっちゃんのもも目を取ります、ありがとうございます。ちょうどねこの配信終わってからメールとチャット送ろうかなって思ってました。待っててねー同じ空見上げてこ。福島は果物が美味しい。お、果物ですか、果物大好き。何が有名なんだろう。なんかその前に私ライトオンをしてなかったねえ。福島めっちゃ楽しみ。桃なんだ、桃か、なんかあんまりイメージなかった。へえ、グッド前にいいね、桃大好きです。え、桃って季節いつだっけ、もうこれから、これからじゃないよね梨、あ、梨はこれからだね、わかる、晴れてほしいよね。ということで、ライトオン、グッドモイニング、ありがとう。そうだね、桃って夏かありがとうございます。桃も好きなもっちゃんです。桃もっちゃん怖いね、何が言いたいんだろうねあ、そうだそうだ、あの、そうです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 って、どうです、どうですだよね。はいはいはい、毎日恒例、夕方配信恒例、私の分身次は誰でしょう大会イエイ、今急に名前つけちゃった。私の分身次は誰でしょう大会イエーイなんで急に大会になったんだろう。はい、それでは今日の夜配信、20時からの夜配信からこの子をまたチェンジしたいと思うのですが、果たしてチェンジしてくる子はどんな子でしょうということで、今日も今日とて、コンビニで自分の全身写真撮ってきました。いつもお世話になっておりますということで、みんなドラムロールお願いします。どこ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 
あれなんか曇ってる。この子です。これはちょっとお姉さんな感じのお洋服ですね。大人っぽいんですけど、実はこれマリナさんからいただいたお洋服を着たおしゃべり会で撮ったやつです。ミニワンピです。イエーイ。こんな感じです。珍しくサンダルも履いてます。これは結構最近の全身写真かな。今日の夜20時からの配信の分身はこの子になります。マリナさんから素敵なお洋服をいただいたんです。嬉しい。すごい本当にね、ここのなんていうの、袖とかのなんていうの、かっこよく言うとディテールっていうの。わかんない。あのね、本当に綺麗な感じなの。なんか2段になってたりとか、ここレースになってたり、お花が刺繍されてたり、めちゃくちゃ素敵なデザインで、かつこのここ首はね、ちゃんとなんていうんだろう、ネックレスみたいに見えるみたいな、この黒のラインとかも入ってたりして、ネックレスじゃない、チョーカー、すごい素敵なデザインのワンピースをいただきまして、やったね、すごく嬉しいです。てな感じで今日の夜からはこの子になります。そう、手の向き、そう、これペンギンみたいになってるでしょ。ペンギンポーズしてます。ペンギンポーズするつもりはなかったんだけどね、なんかどうしたらいいかなと思ってこのポーズしてました。ということで、以上私の次の分身誰だろうな大会でした。絶対名前変わった。イエーイ。それではこの子もお楽しみに。ってことはこの30分間でこの浴衣のもっちゃん、浴衣分身を絶対に目に焼き付けておいてくださいね。次の配信で張り替え作業も、まあ次の配信でやるけど、本当のさよならは次の配信でできるけど、あ、そう、配信終わったらこっちの紙にこの 166.5cm を書き込みたいと思います。なんだかんだ最初に書き込んじゃうとさ、全部書き込んだ写真しか見せれなくなっちゃうと思う。一応書かないバージョンをどうかなと思って。そう、身長は変わらず書きます。その後ちょっと今回は年齢も書こうかしらね。最後に今のもちゃん大集合スペシャル、もちろんです、毎日1日1体増えてますからね、集合させておきます。なんか年齢と身長と名前書いとこうかなと思って。こんばんは。なんか何が必要かな、年齢と身長とお名前。でも逆にそれ以外はね、ちょっとスペースがなくて書けないかもしれないから、ちょっとそれはとりあえず書いておきます。イエーイ。そう、今日はツインテールです。レトロツインテール、顔周りは S 字巻き、そしてカチューシャ一応してるんだよね。すごいなんか同化しててあんまりわからないかもしれないんだけど、一応ねレトロ感をより増すために太めのカチューシャをしてます。あ、同じ空見上げてこう。ありがとう。ツインです。みんなツインは好きですか。昨日ハーフツインしたらすごい好評いただいて、みんなツイン好きかなと思って。最近はやはり最近流行りのレトロガール、そうそうそう、
最近はやはりレトロガールって言っちゃった。そう、最近流行りです。流行り。バンダナみたい。確かにバンダナみたいかも。ね、大好き。よかった。ポニーテール、確かにポニーテール好き。ポニーテール私も大好きです。地元にいた頃一生ポニーテールしてました。逆にポニーテール以外の髪型してませんでした。びっくりだよね。アイドル好きはみんな好きな気がする。確かにみんな好きなイメージある。またスクショ連写しちゃうぞ。ぜひもう私のスクショでカメラロールをいっぱいにしちゃってください。ぜひとも。あ、リンゴちゃんヘア。確かにリンゴちゃんヘアとポニーテールとお団子いいですね。なんかポニーテールをして配信向けっていうか、配信した時にねポニーテールがあんまりできない理由が、なんかポニーテールしたら髪の毛こう配信と画面だから平面だから正面の見え方しかないわけよ。そしたら髪の毛があんまり前に来なくて何してるかちょっと分かんなく見えるかなと思う。チョイスした写真と同じ服も面白い。あ、確かに同じ服着るのもありだね。ありがとう。ちょっとありがとう、いいことを教えてもらいました。星投げてたら間違えてグッドモーニングしちゃった。お、グッドモーニング。ありがとう。棚からボタン持ちグッドモーニングですね。合ってる。急に来た美味しいもの。棚からボタン持ちグッドモーニング。長っ。日曜日おしゃべり会農業部で着てたシャツで行こうとしてて行けなくてごめん。全然、次ぜひお越しください。こんばんは、ありがとう。現在6位。本当にすごい、この順位の変動激しすぎるね。びっくりだよね。私もでもなんかそこに一喜一憂することなくコツコツとというかね、一歩一歩進んでいけたらなと思います。じゃあ20時ね。20時、またね。ありがとう、来てくれて。 166.5 もあった。そうなの、実はあるんです。実は身長意外と高いです。やっぱよかった、ここに書いといて。配信だとここからここしか見えないからさ、よかったな。みんなに知ってもらえるやつがあるっていうのが。同じ皿見上げてこね。え、すごい、めっちゃ変動してるよね。お、もっちゃんの出演するリバイバル公演当選しました。あ、ありがとう。3日、10月3日、当選した方。そういえばさっきもなんか見かけたかも。はーい。わ、はーい、ありがとう。わ、たくさんいる。ありがとう、嬉しい。ぜひ一緒に3日も楽しもう。なんだかんだ久しぶりのパーティーリバイバル。そうだね、刀剣でもぜひお越しください。刀剣きっとね。そう、席はちょっと後ろの方になっちゃうとかもなんだけど、でもぜひ見に来てくれると嬉しいな。あ、めっちゃお腹鳴ったな。グッドモーニー。3日は三角と丸さんのじゃがいもカレー。え、行きたい。じゃがいもカレー食べたい。まだ食べれてない。じゃがいもカレー食べたいな。
そう、配信終わったら夕ご飯を食べたいと思います。こんばんは。そうだよね、当日券で埋まることもきっとあるんだろう、ね、前回がそうだったみたいで。また仕事を停止で終わらせるのを頑張る。ありがとう。一緒に、もえもえいるから一緒に頑張ろう。こんばんは。チーズトッピング、え、絶対美味しいじゃん。なんじゃそりゃ、絶対美味しいよえ、美味しいよそれ、もう聞いただけで美味しい。こんばんは、ありがとう。え、ちょっと待って、びっくりする、ごめんね。ちょっと一回、あ、オッケーオッケー。なんかさ、カメラにホコリがついてた多分それで曇ったんじゃないかっていう説。いや、曇ってない。これが、これ自体が曇ってるのかな。なんかさ、不明瞭じゃない、大丈夫かなごめんね、みんなの目に指が刺さったような画面になった急なる私の親指ドアップこんばんは、ありがとう。グッドモーニング。ね、ちょっとくすんで見えるよね。だよね、なんでだろう。やだ。でもこれ結構最近の写真だからちゃんと目開いて撮ってます。見える？あの、このカメラロールを漁ってるとこんな顔して撮ってるあなた眠たそうねみたいな顔しながら写真撮ってました。もうちょっと目を開きましょうって昔の写真に言ってます昨日の時鉄とスイーツ部配信見てる。お、ありがとうございます。嬉しい。スイーツ部、そう、もえね、あの、ご存知の方もいらっしゃるかもだけど、あの、よくハッシュタグ杉本もえとかでやっぱ調べるんですよエゴサというもの。なんかすごいたくさんの方がもうすでに聖地巡礼してくださってて、めっちゃ嬉しい。ありがとう。みんなスイーツ部、これからね、たくさんいろんなところにまたお邪魔させていただく機会あるんだろうなって思うんですけど、きっとその度にね、また聖地が増えていくので、ぜひみんなも行ってみてください。めっちゃ嬉しい、ね、なんか願わくば駅地下とかの方がいいもんね。その県外からお越しの、県外県外からお越しくださる方々にとったらね、多分私もきっとそうだ、私がきっとファンだったらめっちゃそれを思ってると思う駅地下がいいなってずっと思ってるんだろうな。お団子、お団子なんてそんなこと言ってないしそんなの言ってないしでも本当に美味しかった。矢口団子さん、めっちゃ大きいお団子の看板ありました、ありました。めっちゃくっちゃ大きいお団子が外に、どこかで聞いた気が、あ、聞いた気がえ、かわいい。お母さんと一緒終わったからもうすぐ25分。すごい、そういう時間の区切り方があるんですね。ありがとう、教えてくれて。本当だね、今24分だ。お母さんと一緒とか、わー、見てたな。なんかそれこそ熱出して学校とかお休みした日って絶対に、あの、その何、 NHK だっけ、この教育番組を一生つけてました。あんまり見なかったけどずっと見てたわけじゃないんだけど、ずっとつけてたね。なんかすごい、お母さんと一緒、え、何のキャラ、え、
お兄さんお姉さん誰？え、待って、お名前はちょっと存じ上げないかも。誰だろう。あ、でもあのお兄さん、あのなんかさ、有名な方いらっしゃるじゃん。もはやお母さんたちが大好きなみたいな。ひろみちゃんお兄さん、え、何お兄さん、誰だろう、誰だろう、わかんない。私でもなんかさ、みんなのお兄さんって感じの人いるじゃないわかんないわかんない。なんかオファタのお兄さん取れちゃう取れちゃう。誰だっけ。待って待って、みんななんかお星さんになってる。俺、待って待って、誰、もう本当に誰だろう。お兄さん、萌のお兄さん、萌のお兄さんじゃない、萌の大の、萌の大の、萌が見てたお兄さんは何お兄さんだっけ。よくさ、それこそ引退されたんだよね、もう確か引退されたよね。されてなんか他の番組によく最近出て、あ、そういうことか、大好きお兄さんだ。そうですそうです、もう一人っ子です、萌えのお兄さんじゃないみんなのお兄さん、そうだそうだ、大好きお兄さんですね。ということで、あ、大好きっていう星が、名前が星になるのね。ということで、そうだね、時間が危なくなってきましたので、横山大輔さんですね。そうですそうです、お兄さんでした。ということで、スクショタイム、スクショしとかへんということで、ちょっと時間が危ないので一瞬だけ、はい、チーズ。今日はレトロガールです、レトロツイン。ということで、男女読みをしていきたいと思います。13位からいくね。13位、リュウさん、ありがとうございます。12位、パックさん、ありがとうございます。11位、チェリーモエナナグッドモーニングさん、ありがとうございます。10位、フレムさん、ありがとうございます。9位、おつぐピースさん、ありがとうございます。8位、トットさん、ありがとうございます。7位、マーサンさん、ありがとうございます。6位、ふわふわさん、ありがとうございます。5位、かんさん、ありがとうございます。4位、秋田のゆういちさん、ありがとうございます。3位、スマイルさん、ありがとうございます。2位、D山さん、ありがとうございます。そして1位は日焼けさんさんさんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、本当にありがとうございます。ありがとう。現在6位5位までだんだんと差が埋まってきました。次の配信は20時から22時、2時間配信します。この時間帯にまた昨日みたいにね、少しでも巻き返せたらなって思います。頑張ります。ぜひご都合合う方はぜひ応援しに来てくださると嬉しいです。これのチャンスを無駄にしないように私も全力で頑張ります。ということで、ちょうどいい感じ、1分前なのでそろそろ切りたいと思います。また90分後に会いましょうまたね、ありがとう、ありがとう、またね。